アヒーはサンリオと全日本プロレスが共同開発したキャラクターであり、覆面レスラーである。2006年開発。デザイナーは山口優子。アヒービレジ出身の AB 型。身長体重は不明。2006年8月27日、全日本プロレス両国国技館大会にてリングデビュー。対戦相手はブルドゥーマスク。 世界一辛い唐辛子ハバネロをモチーフにしたマスクに人間離れしたルチャサッポを武器とする。入場時はアヒーダンサーズと陽気なダンスで登場。アヒーとしか話せず、すべて表現言語はアヒーのみである。スポット参戦が基本でマイ工業出場はない。暗黒スパイシー軍団と呼ばれる悪の軍団を相手に試合を展開する場合が多く、 暗黒スパイシー軍団との試合は、アヒーワールドと台が付けられストーリー展開が付加されている。それによるとアヒーは、暗黒スパイシー軍団に拉致され改造された、アヒービレッジという国の王子。悪の軍団である暗黒スパイシー軍を裏切り、正義のために、スパイシー軍と対峙する。また後には、改造を施され、緑アヒーとなった兄も登場。アヒーワールドの試合中は常に、 BGM が流されていることが多く、セコンドの IE ダンサーズがマイクを使用しての声援をしたりする。2007年2月17日開催のプロレスラブイン両国大会終了後、一切試合や物語展開が行われなくなった。ホットット大佐率いる闇の軍団。世界征服を狙う。最高の改造手術を施したアヒーの裏切りを許さないため資格を送り込みだと。 アヒーオモクロム、ありがとうございます。